3週目のダイジェスト。こんにちは。サッカー調達コンサルタントの久保です。本日は3週目のダイジェストをお伝えします。今週は身体能力についてお伝えしました。私はサッカーは陸上競技と全く違うと思っています。つまり身体能力が低くても大活躍できるということです。特にジュニア年代、ジュニアユース年代はまだ体が出来上がっていませんから、焦る必要は全くありません。スピードがなければ未来予測をして先に動き出す、フライングをする。パワーがなければワンタッチツータッチでプレーをするといくらでも工夫ができます。だからサッカーは面白いのです。技術を高めることに力を注いだ方が効率的です。なぜならどんな選手にも技術は必要だからです。身体能力を向上させたい、身体能力があればお子さんが活躍できると考える親御さんはとても多いです。これは半分正解であって半分間違っています。正解とは、一時的には活躍できます。ただしお子さんがその中で身体能力が高いうちだけです。間違いとは、周りの選手たちが同じくらい、いやそれ以上の身体能力になった時、活躍できない可能性が高いからです。今ないものを求めるのではなく、あるものを生かし磨く、できることに全力を注ぐことが効率的です。技術を磨くことは身体能力が高くても低くても必要なことなのです。止める、蹴る、運ぶ、走る、これが基本ですね。身体能力が高まったらやってみたいプレーを描いてみましょう。私は子供の頃セリエを見まくっていました。有名選手のアクロバティックなプレーをやりたくてすぐに真似しましたが、うまくいきません。彼らは鍛え上げられたフィジカルでプレーしているのでできるわけです。中学くらいである程度真似ができるようになりました。そこからまたサッカーの楽しさが格段と上がりました。身体能力を高めたいお話はよくあるとお伝えしましたが、この件に関して一番気にしているのはお子さんではなく親御さんです。確かに身体能力が高ければ手っ取り早く活躍できます。だってボールを前に蹴って追いかけて、ゴールキーパーが届かない高い位置にめがけて打てば点は取れますからね。けどこれは続きません。何度もお伝えしますが、いずれ追いつかれます。最初にアドバンテージがあっても意味はありません。それよりもジュニア年代では技術です。今あるものを工夫して生かすことです。これにより考えてプレーできる選手になれます。ジュニア年代で考えてプレーすることができたら、かなり可能性が広がります。私の藤枝東高校明治大学の後輩で山田博樹君という素晴らしいプロサッカー選手がいます。彼はジュニアユース年代、背が低く細く、スピードパワーもありませんでした。高校 1,2 年生までレギュラーではありませんでした。3年時にようやくレギュラーになり、活躍するようになりました。レギュラーになり自信もつき、身体能力も向上していったそうです。彼から聞いた言葉が印象的でした。身体能力がない時にひたすらボールを蹴りました。ボールコントロールの感覚を養えたから、フィジカルがついてきた時にサッカーがさらに楽しくなりました。今できることに夢中になることでブレイクスルーの準備ができる実例ですね。身体能力が向上するタイミングはそれでも必ず来ます。これは断言できます。よくあるパターンは、
身長が伸びたりと体に変化があるときです。ただ、このとき嫌なことも起こります。それは、成長痛です。体が大きくなるときに膝などに痛みが生じるのです。私も小学生のとき、夜中痛み、両親に支えてもらいました。ただ、これは事前にわかります。人は足が伸びる前にまず手のひらが大きくなります。これは身体の変化の最初に起こることです。オランダではジュニア年代の選手の手が大きくなったら必ず休ませます。発育時に運動の負荷をかけると痛みが出ることを分かっているからです。痛み出したら大好きなサッカーができなくなる。その間に興味が他に行ったり、やる気が低下したりします。なので、お子さんの体の変化には注意して見守ってください。それはパパの役割です。今週もお付き合いいただきありがとうございました。さて、明日からは歴史とルールをテーマにお伝えします。お楽しみください。歴史とルールにも上達のヒントがあります。特に歴史を知ると未来予測もしやすくなります。お楽しみください。メルマガ毎日配信中。ぜひご登録ください。サッカー上達コンサルタント山本剛でした。